たい。おはようございます。すいません、配信してたこと忘れてた。普通におはようございます。スキンケアをさせていただきます。おはようございます。久しぶりにこんなに朝に配信することになりました。びっくりです。今日はちょっと早起きをしてしないといけなかったので早起きをしました。おはようございます。なんか何もしたくない、何もしたくないけどね、しなくちゃ。とりあえず朝ごはん食べて、無気力、私めっちゃ多分ね、意識してないと普通にもう何も喋ってない。朝ごはんは肉まんです。お兄ちゃんが551を大阪に旅行行ってた時に買ってくれました。じゃーん、これを食べます。朝から私肉まん好きなんだよね。なのでこれは抜きます。うん、なんか
お母さんが醤油とか何もつけてくれなかったけど、私タレなしじゃないだと食べれないんだよね。タレなしだったらか。持ってこようかな。ちょっとポン酢ないと食べれない。私シーンを待ち、どこして、いただきます。なんか私肉まんマジでなんかつけないと食べれないんだよね。からしもつけないかな。
おはようございます皆様。ね、天気いいんだよね。なんかここ窓なんだけどさ、めっちゃ当たってた光が。危ないから。明日明後日が こんばんは、おはようございます。そうなの、今日は早いのよ。早いです。でも ルッキーってさ、誰が毎日配信してるの今。私とココペだけ。私とココペだけか。なんかね、前ももうちょっと行ったじゃん。小林さんが。新年も 2年目迎えてますから、私おはようございます。732日って終わろうかな今日は。終わります。
13位なお57さんありがとうございます。12位おたまちゃんさんありがとうございます。11位としぼさんありがとうございます。10位ハッピーさんありがとうございます。9位マー君さんありがとうございます。8位さしさんありがとうございます。7位ハチさんありがとうございます。6位シンさんありがとうございます。5位ちゃんとくさんありがとうございます。4位グフさんありがとうございます。3位ただの魚さんありがとうございます。2位カンさん、ルルルンさんありがとうございます。でもちょっとちなみにまだ私の方では何日が経ちましたってあれが経ってないからちょっと終わっていいのかな、なってるよね。でもみんなの方では私の方でなってないんだよね、表示が出ないからさ、ちょっと怖いじゃん。ね、表示が出ないとさ、ちょっと終わるに終われないから、どうしよう。だってさ、出てないんだよね。まあいいや、終わろう。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。私は気づいてない間にね、なんていうとこもあるから。